熱海市の伊豆山小学校。パンドロボは美味しいパンを食べるのが大好きです。これまで世界中のパンを食べてきたパンドロボ、世界の美味しいパンを思い出し、何日も何日もかけてとびきり美味しいパンを考えました。行われていたのは絵本の読み聞かせです。聞き入るのは1年生と2年生合わせて15人。町のパン屋の食パンはもっちりふんわり優しいお味。ああ、おいしい。ああ、やめられない。担当したのは浜松市出身の俳優宇佐美奈穂さんと、千葉県を拠点に活動する俳優の山本正嗣さんです。感謝を込めて元気になってもらいたいなっていう思いで、たくさん楽しんでもらえたらという気持ちで来ました。土石流が流れ下った現場近くにある伊豆山小学校。校舎に被害はありませんでしたが、土砂の搬出など復旧作業にあたる大型トラックが通学路を行き交うため、発災後別の学校で授業を受けていました。その間実に4ヶ月、元の学校での授業が再開したのは去年11月でした。今回の読み聞かせを企画したのは小説家の高殿まどかさん。2019年の台風15号で被害があった千葉県館山市内のすべての小学校に児童書を寄贈しています。どこにいるかな。みんな教えないでね。指さしちゃダメだよ。読み聞かせでは簡単なクイズも。分かった人。あ、分かってるみんな。じゃあどこだ。指さして。わずかな時間でしたが、俳優による読み聞かせに子どもたちは。ネズミのところが面白かったです。すごく気持ちがこもった言い方とかで、なんかすごいなって思いました。読み聞かせの後、小説や絵本130冊が子どもたちに送られました。あんなに本をもらえて、なんかすごくやっぱり嬉しいし、なんかあんなにいっぱいあるとは思わなかったので、なんかすごいなって思いました。少しでも早く新しい一歩を踏み出したりとか、笑顔になるようなことがなんかあるといいなと思って見てます。